私たちは東彩芽公園について調べました。遊具の内部に非常用具を入れる箱がある場所があります。地震が起きたら机の下に隠れようになる分かりやすいイラスト付きです。このように足立区の公園では安心安全に遊べるようになっています。鉄棒は計5種類の高めの3種と低めの2種が並んでいます。このように足立区には気持ち連れでも遊ばせやすい公園がたくさんあります。足立区の東彩芽公園のことはよくわかりましたか？これで発表を終わります。